こんにちは、ジョジョです。ウグイスです。ミヤです。スミレです。はい、今回の座談会のテーマは好きな登場人物です。それではみんなでこのキャラ好きだよっていうのを語っていきましょう。それではじゃあ早速自分からいきます。自分はもうですね、百鬼夜行シリーズの、中禅寺秋彦ですね。京極堂ですね。京極堂、もう、ね、本当にめちゃくちゃ好きで、自分が読書に入った最初の作品でもあるんですけども、やっぱねその京極堂がねかっこいいっていうのがね結構キーポイントだったと思います。やっぱこの京極堂っていうキャラクターは知識がめちゃくちゃあって、それでいてなんかちょっとこう面倒くさいと思いつつも、けど結局最後はこう推理とかやったりこう仲間を助けてくれるっていうところも結構好きなんですよね。で、京極堂っていう名前から実は蓬莱堂っていう堂、そうなんだ。そのところに由来があったんですね。京極堂が好きすぎて、いやなんかそう丸々堂っていう名前がいいなって思ったんです。でも衝撃のカミングアウトでさらっとこんなところで明らかになるのは、多分今までね言ったことがなかったかもしれない。初出し情報。それくらい自分はこの京極堂が好き。なんとなくのイメージで、はい、ジョジョさんいつか着流しとか着てそうな。今普通の服着てるけど、はい、着流しとか和服を普段の服としていつか着てるようなおじさまになりそうなイメージ。確かに、コスプレっていうか格好は、やりやすそうではありますからね。京極夏彦先生のコスプレになりそうだけど。スミレさん最近読んだんでしたっけ？今ね読み途中。本当？産め？産め。ちょうど今ここにある。感想楽しみにしてます。じゃあそのかっこよさを共有できる日がもうすぐ。はい。そうですね。はい、自分はじゃあ好きなキャラクターは京極堂でした。じゃあ次はウグイスさんお願いします。はい。私は結構キャラ読みとかをするタイプなので好きなキャラクターいっぱいいるんですけど、ここ数年で一番沼ったなって思っているのが小川一水さんの天命のしるべ3アウレリア1等に出てくるサー・アダムス・アウレリアです。はい、SF のシリーズでこのアダムスも人間じゃなくって真空状態でも生きられる酸素いらずアンチオックスっていう種族なんですけど、このアンチオックスの国の軍隊っていうか、そのなんか海賊が出ているんですけど、その海賊狩りをしているエスレルっていう砲艦、はい、艦隊みたいなのの艦長をしているんですね。このアダムス見た目はすごくこう中性的で綺麗な見た目っていう風に描写されてるんですけど、すごいかっこよくて言動がすごいかっこいいっていうのと、でもふとした瞬間にちょっとこう可愛げのある一面が見える感じがすごい好きで、なんかこのシリーズ私今途中になっちゃってるんですけど、なんかその理由がアダムスが好きすぎて、このシリーズ結構その間その間で舞台とか年代が変わるんですけど。そうだよね、全然違うよね。ちょっと4巻5巻と読み進めてもどこかにこのアダムスとアウレリア一番の距離を探してしまって、ちょっと全然話に集中できなくていっちゃって、ちょっとお休みしてるっていうくらい、なんかもう活躍するシーンでああってこうページを閉じてしまうくらいの、ちょっとなんか好きになったキャラクターなので、いなくなった時の心の穴を埋めてくれる存在が、そうですね、ちょっと誰かこのシリーズを進めるのにもう一人ちょっと好きなキャラクターが欲しいなって思っているところです。超長編だから、そっか3巻で自分が好きなキャラクターかもって思うと、そうなんですよね、この先もっと好きになるキャラクターいるのかもしれないんですけど、今のところは彼が一番好きですね。私1巻で止まっちゃってるので、はい、早く3巻にてウグイスさんがこれだけ推す彼に会いに行きたいと思います。ぜひ読んでください。すごいかっこよくてすごい可愛いんです、なんとなく私も好きそうな気がしてる。
ぜひ一緒に押していきましょう、うん、じゃあ今、はい、宮さんお願いします。はい、私の好きな登場人物はアリス川アリスさんのサッカーアリスシリーズに出てくる日村秀夫先生です。はい、でこのサッカーアリスシリーズは推理作家のアリス川アリス先生が語り手で、大学の犯罪社会学の准教授である日村先生が探偵役のミステリーなんですけど、1992年に刊行された46番目の密室から始まって30年続いてるシリーズ。あ、そんなに続いてるんですね、うん、初登場の時日村先生32歳で、最初の数冊だけ年齢が上がるんですけど、途中からずっと34歳として生きています、うん、で性格は不愛想なんですけど、基本的にはちゃんとしている大人で、大学の学生からも、まあ、そこそこ人気で、警察関係者とも良好な関係を築いていて、幼い女の子とおばあちゃんには特に好かれるみたいな、そんな人で、こう容疑者に対する事情聴取でもこう比較的丁寧に話してることが多くて、私日村先生の敬語がすごい大好きなんですね。なんですけど、親友のアリス先生に対しては結構辛辣 でアリス先生も負けずに1回す、うん、1回すタイプだから、この2人の漫才みたいな掛け合いが私本当に大好きなんです。で友達もいて、仕事もうまくいっていて楽しそうに過ごしてはいるんですけど、その日村先生が犯罪学者を志した理由っていうのが、人を殺したいと思ったことがあるからって言っていて、で毎晩誰かを惨殺する悪夢にうなされてるんですね。でその殺したいと相手が殺したいと思った相手が誰なのかはアリス先生も知らないし、アリス川先生もまだ知らないらしいんですよ。でそうなんですね。そう、あ、作家の自体が、うん、アリス川先生もまだ知らないらしいんですで、まあ、もちろん私もまだ知らなくて、でこの誰も知らない秘密を持ってるっていうミステリアスさがもうたまらなく大好き でもきっといつの日かその日村先生の過去が明かされることがあると思うんですけど、その過去を知った上でも私は彼を愛し続けられるのかっていうのが時々本気で悩むテーマで、今なんか絶対大丈夫っていう自信と、もしかしたらっていう不安が両方ある状態がもう何年も続いているっていう感じです、はい、うん、で私がそのね、知った上でも日村先生を愛し続けるのかっていう謎を解けるのは日村先生しかいないので、いつか日村先生に解いてもらいたいなって願っておりますっていうお話です。ちなみにさ、ずっと34歳ってことは、うん、最初は32歳だけど、うん、1年間のうちにもう何回も事件に巻き込まれてるとこ、あのね、彼は34歳なんだけど時代は進んでて、最新刊の捜査線上の誘拐ではコロナ禍なんですよ。はいはいはい、サザエさんシステム的な、そうだからステイホームとかしてたり、あとね、日村先生のマスクはやっぱり黒でしたあ、やっぱそうだよね、黒だよねって思ってね、嬉しくなりました。そうだからね、事件の性質とかも変わってて、携帯電話からスマホになって検索機能とか使えるようになったり、 Google Earth とか、うん、みたいな、この上から見る写真によって謎が解けたりとか、その事件とかの質というか形っていうのは変わってて、でもそんな中でも日村先生は変わらないんですよね、ミステリアスなところがなんだけど、いつかその日村先生の秘密が明かされた時に、私と日村先生はどんな表情を見せるのかっていうのを楽しみに毎回読んでます。はい、じゃあ次すみるさんお願いします。はい、私が好きな登場人物、これもう小説の登場人物って言っていいのか分かんないんだけど、はい、司馬遼太郎さんの国取り物語に登場する明智光秀が好きなんです国取り物語ってこれ全部で文庫本4巻あって、そのうちの前の2巻が斎藤道三編で、後ろの2巻が織田信長編になってるんだけど、まあ、織田信長に仕える優秀な部下として登場するっていうのが明智光秀なんですよ。はい、で自分ね、最初明智光秀って、まあ、小学校の授業で
先生が冗談半分で落ち武者狩りで竹槍に殺された竹槍で殺されたみたいなめちゃめちゃ情けない武将って教わった記憶があるのね、うんうん、だから正直大したことない武将だと思ってたんですよ。でも中学生ぐらいになって信長の野望っていうゲームがあるんだけど、これやってる時に隣の敵国に明智光秀がいて戦ったらむちゃくちゃ強くて勝てなかったっていう経験があるんですよ、うんうん、でもうその時の自分はもう明智光秀が撃ってくる鉄砲に自分の部隊が撃滅されていくっていう地獄を味わったんだけどその後ねその小説とか読んでいくと明智光秀ってめちゃくちゃすごい人で、うん、文武両道でもう戦略とか戦術に通じていてで朝廷とのパイプも持っててで有職故実とかの教養も持ち合わせていてで、まあ、さっき自分がやられた通り鉄砲の名手でもあってで領地を持たせたら統治能力も抜群っていうすごい武将なんだよね、うん、で、まあ、裏切り者の常としてその裏切った理由とかっていうのが、まあ、歴史に残らないんで彼の謀反の理由なんかも正直分かんないんですよ。だから小説としてはいろんな明智光秀像っていうのがあってそういうのがすごく魅力なんだけど、まあ、その信長との関係性に悩む光秀っていうのをその司馬太郎さんの国取物語っていうのは非常に魅力的に書いているのでこの明智光秀っていうのが私は一番好きです。ああ、っていう話です。いろいろな明智光秀の中でも特に司馬太郎なんていうのかな、すごい野心的な明智光秀っていうよりは、うん、その上司との関係に悩む明智光秀像が自分は好きなの、うんうん、っていうお話です。なるほど、結構なんかどの側面から切り取るかによって印象って変わってきますよね。うん、変わると思う、明智光秀なんかは特にね。他の歴史上の人物でも司馬太郎作品だとこう見え方変わったりとか他にもいたりする？基本的にね、司馬太郎さんはその主人公とかにめちゃめちゃ肩入れしてかっこよく書くから、うん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 、作品の主人公になってるキャラクターなんかは読むとね、正直いやーかっこいいわってなるよね。あ、なるほどね。はい、じゃあつみれさんありがとうございました。はい、じゃあ今回の座談会のテーマは好きな登場人物でした。ご視聴どうもありがとうございました。バイバイ。バイバイ。バイバ